订阅，开启小铃铛，小叮当，哎，小铃铛，大家请多多支持哦。嗨，大家，今天是礼拜四，木曜日，没错，晚上我要去木曜直播 this， 所以我现在完美状态。今天给大家看的影片就是我最近平常化妆怎么化呢？可能大家刚刚也是感受到我的中文有一点怪怪，是因为我今天的影片后面都是讲日文的，耶！有些人哭，没关系，因为有一个原因，是因为化妆这个东西有些专门字我讲不出来中文怎么说。第二个原因是我最近看留言的时候很常看到想听阿布讲日文，这只是给大家看我平常化妆怎么化，希望大家会喜欢。如果喜欢这个影片的话，帮我按赞订阅开启小铃铛，开启小铃铛，帮我按赞订阅，然后帮我分享，お願いします。那我们来开始化妆吧，じゃん。はい、それではメイクしていきたいと思います。今はコンタクトしてるだけで、あとは何も塗ってないです。最初はい、これ紫色を塗ります。下地、私こういうの全部手でやっちゃう派なんですけど、なんかスポンジとかでやるのがいいのかな、わかんないけど、私は手でやっちゃうかな。で、私首と顔の色が違うのがあんまり好きじゃないから、首もここだけちょっとだけ塗る。だからメイク落とす時もちゃんとここまで落としてます。ファンデーションね、これツリーのマットなのかな、なんだろう。日本にいる時は BB クリーム、韓国の BB クリームとかそういうの使ってたんですけど、やっぱり気候が違うから台湾ではこれが合ってるかな。下地は手で塗るんだけど、ファンデーションはそう、こうやってファンデーション置いて、でこうやって塗ってる。まあもちろん日本の友達に会う機会はないし、あと親と電話する機会も最近仕事が忙しいからあんまりなくて、日本語がなんか下手になってる気がする。ダメだよね、日本人として良くない。これ猫飼ってる人あるあるだ、猫の毛。猫ちゃん来た、やばい。おいしいや。これはそうだ、なんかお仕事でメイクさんにメイクしていただいた時に、なんかおすすめだよって言われて買ったんだった。ねえみーちゃん、マジでやめて、にぶやわざい。ここで遊ぶのやめて、怖い。めっちゃ揺れてますよね、そこにね。猫ちゃんがいるの、あ、やばそう。おお、猫ちゃんがね、私の家の猫ちゃんはミルクちゃん、ミルクタンって言うんですけど、台湾に来てから飼い始めて仲良しで、何しててもついてくるんですよ。なんか犬みたい、そう、犬みたいな猫飼ってて、そう、雑談が多いよね、ごめんなさい。こんな感じ、結構マットに全部隠れたかなと思います。これもツリー、これはマットとあのツヤ感の間みたいな粉って多分言ってた。何これ何、みーちゃん、粉は。私的にお粉する意味は、あの粉しないままだったらゴミとかホコリとか猫の毛とかがつくから、最後に粉をしてそういうものを肌にひっつけないようにするみたいな気持ちでお粉してます。で眉毛をなぞるって感じ。あと私はあの
日本語でなんて言うんだ、眉毛をなんて言うんだろう、本当にわからない、どうしよう、日本語でなんて言うかわからないんだけど、眉毛をあの専門の方にもう定期的に何色をつけてもらってるっていうのかな、タトゥーじゃないんだけど、なんかそういうのをしてもらってるので、元からもう形とか色とかちょっとはあるんだけど、やっぱり足したいなって思って、やっぱりこっちはちょっと薄いからそれを足そうってことで、伊勢のこのカーキーの色があるものを使ってます。猫ちゃんがバレてる。カーキー結構いいです。髪がアッシュ系の子とかはカーキー使ってみてください。あとね、私はこの一番下の色を使います。今は髪の毛暗めの色なんだけど、やっぱりあのここにピンクがあるから、ちょっとなんか眉毛は薄めの、髪より薄めの色の方が可愛い気がしてて、だからちょっと薄めのを使ってる。でもね、眉毛は命って知ってますか？知ってますか？私子供の頃眉毛結構変で、なんかそのせいで結構芋臭いイメージなったんですけど、なんか眉毛変えただけで整形したって言われるぐらい垢抜けたねってよく言われて、眉毛大事なんだって AKB の時かなに思ったんですよね。あんまり平行もダメだし、あんまり山があってもダメだし、何眺めがいいらしい。でも人によって違うから、そこは眉毛そういえばお手入れとかしに行ったことないっていう子は行ってみてもいいかなって思います。結構印象変わる。シェーディング、キャンメイク、これはもうアイドル時代から楽屋にあったからみんな使ってた。シェーディングやるのとやらないのはやっぱ違うなって思って、シェーディングしたことない子はしてみてください。結構変わる。写真も盛れるし、あのここおでこのここにねシェーディングする子多いと思うんですけど、人による。私のここめちゃくちゃ毛が多いから、ここはしないで、ここをしちゃうとおでこは私狭いんですけど、おでこはもっと狭くなっちゃうから、ここはしないんだって。私はしない。でもおでこが広めだなって自分で思う方はしてみてください。アイメイクしていきます。とまずこれエクセル、これの見てわかる通り、この一番広いところをまず手で見ます。目の全体的になんか目の下地みたいな、アイシャドウの下地みたいな感覚で、なんで塗るんだろうねこれ、わかんないけどいつも塗ってます。全体的にアイホールに塗ります。 OK。 そしたら私は最近春っていうこともあるのと、あと髪の毛がピンクだからピンク系を使うのが好きで、私のメイク中の猫ちゃんです。みーちゃん邪魔するの好きなんだよね、いい子。次はこれ、このね色めっちゃ可愛いなって思ってて、両方とも使います。先に薄い方塗って濃い方塗ります。台の幅くらいに塗るま塗ります塗ります。こんな感じ。そしたらチップを使って濃い方とね、このくらいかな塗ります。これもね二重幅までのいかないんだけど、二重目の際かな、目の際に塗ります。うん、タブとで塗り終わったら、この目の下にもちょっと塗ります。同じ色。そしてエチュードハウスのパレットのこれの2番目のなんかめちゃくちゃキラキラしてるのを手で塗ります。ちょっとでいい、こんなだけ。
こんな感じ、ちょっとキラキラしましたね。そしてこの同じパレットの一番この赤いので、何みーちゃん、これはチップで涙袋のところに塗ります。この2つのねパレットすごい相性が良くて、なんか一緒に使うと結構いい感じ。すごい、あんまり濃くしすぎちゃうとちょっと地雷メイクみたいになっちゃうから、私はなんか春メイクを意識してるっていうだけなので、これをこんな感じで OK。 そして続いてはビューラーで、これはね資生堂かな、ビューラーで上げます。ほんと適当でいい。はい、じゃあ春らしいあのピンク系のシャドウを使うメイクにしてからは、タトゥーラインのチョコレート、なんていうの、なんか茶色の色を使ってます。その方が印象が柔らかく見えるのと、なんか色味が統一されてなんかいい感じだなと思って。で私は大幅が広くないので目の何外側だけ引きます。こんな感じ、本当にちょっとだけ。私はもともと猫目なので猫目メイクにはせず、ちょっと下目気味に垂れ目気味にしてるかな。あと両目の二重の幅も違うので、そこは自分で調節しながらお互いに合う太さで描いてます。うん、そしたらねマスカラ、マスカラすごい大事。キャンメイクのマスカラ下地なんですけど、これは茶色で、そのさっきも言ったように色味を統一する方が垢抜けたなって見えるのかな。だからあのマスカラもね茶色を使ってます。バラエティ番組の今レギュラーをやってるので、外のロケ一日中とか結構あるんですけど、これ塗るだけでね、なんか一日中ビューラー してないかもってぐらい、なんかこのマスカラ下地は結構優秀だなって思ってます。そしてまつげ、まつげコームでダマにならないように先に溶かしてから固まらせます。後でホットビューラーやるんですけど、私的にちょっと置かせて固まらせてからやらないと全部溶けちゃって意味ない気がするから、先にこれで放置します。そしてチーク、これ見て超可愛いですよね。これチークの筆なの、めっちゃ可愛くない？これはねなんか台湾で雑誌の撮影した時にねいただいたんだよね。めちゃくちゃ可愛いと思って好き。チークは、はい、RMK のちょっとねラメが入ってんのかな。これこのメイクをするときはこのチークかな。チーク結構持ってるんだけど、このメイクのときはこれ外目にします。この辺にホットビューラーの時間がやってまいりました。私はこれを使ってて、これはね超使える、携帯と同じ電なんていうの充電式、本当に日本語が出てこない、充電式で繰り返し使えるの。どのままビューラーしてもいいんだけど、私のまつげ本当に硬いからビューラーしただけじゃねこういう角度にはならないんですよね。だから絶対にホットビューラーを使います。うん、サーブとサーブと、このぐらい結構上がりましたよね。で私はコームで整えて、これで結構統一されてません？その色合いが。春メイク、私はこれが好きです。そして、前までね、私、下まつげ、全然必要ないと思って塗ってなかったんだけど、最近になって、下まつげの重要さが分かりました。そして、これ。見て。ちょっと、ピンク色みたいな色。で、すごい可愛いんですよね。だから、下まつげに。これを塗ります。なんかこれをすることで色味も統一されるし、あと下まつげの印象も出るし好き。
これも塗った後固まる前にねほぐしてあげてって感じです。 OK、 サーブと押したらリップ。リップはね、私の家めちゃくちゃリップがあるんです。見て、大量で、いつも何にしようって選ぶのが大変なんだけど、これ結構好きっていうのは、これのすごいところはね、見てください、2個色がついてるの。だから濃い色を中心にこうやってちょっとグラデーションになってる感じで、これ絶対下に塗るんだけど、もうこれ私的にはなんかピンクすぎるなって思うから、やっぱり最近流行ってるのはちょっと大人めな感じかなと思うので、ちょっと濃いめの色をのせます。これめちゃくちゃ綺麗なの。じゃーん、見て、すごい綺麗じゃない。これなんかすごい細いの、見てください。だからこのさっきの塗った後に中心だけ塗るのにおすすめ。うん、できた。見て、見ていただいたら分かるように私の周りピンクだらけ。みーちゃん、みーちゃん、みーちゃんは携帯の画面が嫌いです。ピンク祭り。はい、前髪も整えて今日のメイク完成しました。これが私の最近の毎日毎日メイクです。はい、私お化粧するときになんか服が汚れちゃったりするのが嫌なので、基本的にはお化粧してから着替えます。ということで、お仕事に今日も行ってまいりたいと思います。頑張るぞ。おバイバーイ。Shiny like a